ええ、これどうすんだ、これどうすんだ、これどうすんだ、え、お、お、すげえ、神回避。あ、穴穴穴開けた開けた。おお、なにこれなにこれなにこれ、え、あ、こいつと戦えと、なるほどなるほど、了解了解。あ、余裕じゃないこれ、余裕じゃない、余裕じゃない、あー違う、ここここ歩いたらダメージ受けんだ。うわ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 、え、うん、さっきも言ってないが、僕は君のことを気に出たこいつホモ疑惑立ってんだったす、意地悪じゃないか。まあ外れてたら外れてたり、動画的に面白いしね。右へ行けで、ここで左へ行くと、本当にあってこれ。怖いんだけど、うおおバーンって、お、なんか出てきた、おおすごいとこに現れんなお前、誰も信じるなと、あやっぱ騙されたやっおい、ふざけんなお前あ、言ってなるほど、やっぱ騙されてたかなるほどね、はい、わかった、じゃあ左右に行こう。いや、あいつもう、もう、もう信じねえからな。俺もう絶対もう信じねえから。よし、じゃあ右行こう。お、なんかある。天才。見つけちゃった。ごめんね、見つけちゃったよ、俺。お、なんかいた。おーん。じゃあ先進もう。お、どこだ？ん？なんかまたいるな、あいつ。線路、チェストはロックされている。うわなんかジェットコースター的なやつがある。なんかこいつら怖えな、なんかなんかあれ、騙されなかったね。いや騙されたわ思いっきり騙されたわ。こいつに言っておけお前煽ってんのか、こいつ煽ってるよね。でもこれも僕の役目なんだ。ふんふんふん、肉弾戦で来いよ。え、おお、来た来た来た一瞬、え、何って思ったけど普通に来たわ。あ、もうここ連打でいける。おお、オッケー、ん、オッケー、うお、出た、これいったいったいった、わ、またこういう結果やだ、もう本当に、うわ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 、透明、透明になってる、透明になってるよねお前。よいしょよいしょよいしょ、あ、待って待って、大丈夫？うう、え？ここ何？え、ここ何？何すか？よいしょ。え？なんかよくわかんない。なんかよくわかんねえな。まあ、いや、もう一回行くか。あ、またこっからか。この演出かっこいいな。よっ。よっ。よっ。あ、いた。よいしょ、よいしょ、さあ走り回れ走り回れ、よいしょ。これさっき、あ、最初現れる時のバーンはあのシルバーフィッシュの時と同じで、多分走り回ってれば当たらないと思うんだよね。じゃとりあえずあのこれ倒したら走り回る、とにかく走り回る。 OK、 何体いくんだよお前。よいしょ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 、さあ走り、走れ走れ走れ、俺起きた、よっよっ、痛い、よっ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 、さあ走れこれの繰り返しだな本当に。でそろそろ体力回復したい。うおー、待って待って、なんだそれ、おいおい、あ、消えた、え、うう、待って待って、パーンじゃない、そんなその誕生日とかじゃないから、俺メリークリスマスってか、うお、倒した、オッケーオッケー、もうオッケー、あ、走る、あ、開いてる開いてる、オッケー、おー、よかったいや、ここノーマルだったらほんと鬼畜だったね、ここだ、ダイヤフルでこれだよ残り体力1だよ。あれ、これ進んでいい、大丈夫、うわ、またいるよ、やだなあいつ、もう怖いもう怖えなあいつ、え、
待って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 最終決戦感すごい待って最終決戦感がすごい待って待って待って、おい直接って待って待って、俺体力回復しときたいんだけど、ちょっと力のポーション飲む。キビを待って待って待って、怖い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 、待って力のポーション飲もう。オッケー、よし受けて立つ。別の方を食べるのは不可能そうだ。うっ、待って、おい初見殺しすぎんだろ。おい起きた、待ってこれ意外と余裕じゃない、意外と余裕じゃないこれ。あれあれ意外と、あれ意外と、あなた余裕じゃない。待って、下からなんかプシューとか出てるのがすげえ。あ、これ混沌石2つ以上拾うと、あ、ダメだ、1個捨てよう。待って待って待って、まだダメージ受けてる。何がダメ、待って、こういうことが、よいしょ、 OK、 あー治った治ったけど時すでに遅しだいぶこいつマジでノックバック受けるやん、マジで。あー落ちたあ、これいいこと考えた。ここいっぱいにしといて混沌石を持たないようにすればいいんじゃないのあ、これいけんじゃない。あ、いい作戦だなこれ。よし、これでいこう。おい、まだ混沌石残ってんじゃねえか。でもこれ拾わないよね多分。ほら拾わない、勝ったこれこれは勝った。オッケー、さあ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 、でもこれ多分最終決戦だよな。よっしゃ、俺の、まあ、連打力見してやんよ。ほれ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 、うわ危ない危ない危ない、これは勝ったでしょ。しまったなんか自滅してるぞこいつ、勝手に自滅してんぞこいつ。いつになったら死ぬんだよ体力多すぎだろ村人ゾンビ。うわ危ない、よいしょ、いけ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 、うわ危ない、あ、いった、うわいった、いったいったいった、いったいった、しまったじゃない、お前全然知らないじゃん。何がしまったで、そろそろいなくなれ、いなくなれ、いなくなれ待って、そろそろ指も疲れてきたしさ、そろそろ死んでくんないと、こちらとしても、うわ危ない、いったいったいった、うおなんでいいボタン押したし俺じゃあ本当に倒し方ただ剣で殴るだけで合ってんのかな。もしかしたらなんかこのあれじゃない、マグマに落とす的なことかもしんないけど、このギリギリのところでこっちの火に当て、あ、いった向こうこっち側に飛び乗って、それで引きつけてマグマに落として倒すみたいな。でも無理かな、遠いかこれ、ふっ、あいつにかかってるなんかエンダーマンのフォンっていうエフェクトも気になるよね。スライムボールくらい、燃えた。あれかな、もしかしてあのエンダーのエフェクトで全回復してんじゃないかな体力を。だからもう時間の勝負、もう一気にバシバシバシっていかないとダメみたいな。それで行ってみるか、ちょっとゴリ押し大作戦、ダッシュジャンプ切りとかたくさん試して、もうゴリ押しで行こう次は。それで行こう、そい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 やそいやそい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 、なんかこれ絶対違う気がしてきた絶対違う気がしてきたんだけど、どうしよう。これ頑張ってマグマになんか落とせないから、こうやって押し込んでマグマに落とせないから、押し込ん、あ、いけそうか、いけるいける、マグマ落とせるぞこれ、頑張ればマグマ落とせる、頑張れば、いけいけ、押し、いった、おー、いったあー宝ね、まあいつまで聖杯右箱に、よーし倒した、なるほどね、右箱こっちで進みちゃってるよね、右箱っつってたよね、わかった、これ騙されちゃいけない、もう俺はあいつを信じないと決めたんだよ。これ左だ、言います、このざまだよなんだよお前、誰も信じちゃいけないっつったじゃん、右、あれじゃ右箱にって、もしかして
これあれじゃね、右じゃない方の箱にみたいなっていうのを言おうとしたのかな。よし、じゃあその説で右行ってみよう。いやでもあいつと再戦とかじゃなくてよかったマジで、それは本当ありがたい。行きます。テイク。結局爆破やん。え、俺にどうしろって言うんだよ。右箱な、ここでも謎解きか。ここの噴水怪しいな。右箱、こっちに何かあるんじゃない。ちょ、結局ここまで戻ってきちゃったけど、右箱、どうだ、なんだ、わからんぞ。これバグでなくなってるとかだったら辛いんだけど。あったあれなんかあれ炎な、ああたまたまあれなんか火ついてねえなと思ったらあった。聖杯0713さんが聖杯を見つけた。来た道を戻り洞窟から出る。よし戻ろう。これなんかあれかい、もしかして後ろからなんか化け物が追ってくるとかそういう感じではないのかな。ドラクエ10のなんかラストダンなんだっけあれ、冥王ネルゲルのさ、ネルゲルのあの変な手が追ってきてそこから逃げるやつみたいな、そういう感じではないのかな。聖杯を手に入れたぞ。ただ聖杯が意外と地味だったっていう普通にあれこれバケツじゃねみたいなこのバケツ持って、あ、これ聖杯だよっつってもバレないレベルだったな。いやー、いやはやいやはや疲れたね。疲れたっていうか一回データ吹っ飛んだからな。あれか、俺ずっと無言できたらこれは振り返りをしないとダメなやつか、実況的にじゃあ振り返ります。はい、ここ日照センサー、新しいブロックかと思ったら日照センサーでしたと。はい、でここ一番苦労した魚と。はい、で、ここはなんだ、ここは、なんか弓で、ここはあれスライム。はい、終わりはい、速攻で、ここはあれだよね、確かトゥルーオアフォースのなんか揃えるやつ、適当にやったらできたやつで、ここはよくわかんないよくわかんないで、ここはあれか、こっちが、僕、戻し作業する際にこっちから来たんですけど、こっちがシルバーフィッシュのところで、こっちは、なんかアトラクションでした。アトラクションが、でもね、結構俺アトラクション苦手だから、むしろこっちのが良かった。うん。あれ、こっちで、ん？あ、違うな、ん？あれ？あ、ごめんごめん、俺、今回戻し作業の時、こっちのアトラクションできたから、あれだ、シルバーフィッシュの方、塞がれてるんだ。うん、塞がれてんだよ、今、多分。こっちだよね、シルバーフィッシュ。多分こっちは岩で塞がれちゃってる。ほら、うん、いけないね。いやでもあのシルバーフィッシュも相当苦労したけどね。そしてここはなんだ、よくわかんねえあれここなんだっけ、こっちの横道。ん、待って、迷った。え、なんでお前、え、あ戻った、あなんか戻った、あよかった。お、安倍さん久しぶり、よかった、生きて帰ってこれたんですね。おめでとうございます。こいつが黒幕とかやめろよ、マジで。はえー、これが聖杯ですか。はえー、あまりじろじろ見るのも失礼ですね。さあ、帰りましょう。お荷物はお預かりしますよ。いや、そんなの。あ、待って待って待って、これ盗まれるパターン。おいおいおい、やめろ。待って、イベント終わり？おいおいおい、絶対盗まれるパターンで、これ。安倍さん黒幕パターンで、本当に。まあいいや、まあストーリー進まないんで渡します。わー、取られるよ、取られるよ絶対、あのダンジョンを超えてしまうなんて。わ、絶対黒幕だよこれ、やだ。すぐに休める場所。わ、これ永遠の眠りにつかされるよこれ。やべやべ、ほら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 、やめとけお前、やめとけ、まあ、ほらほら